パスサードは、オーストラリアとレバノンの元サッカー選手、サッカー指導者、元オーストラリア代表。選手時代のポジションは、攻撃的 MF。1985年にシドニーシティ FC で、サッカー選手となった。その翌年、シドニーオリンピック FC に移籍し1990年まで、在籍した。1990年には、オーストラリアンナショナルサッカーリーグの決勝戦で、 マルコーニスタリオンズ FC を2カラレーで下し、マムに選出された。彼は、ジョー・マーストンメダルをいただいた。同年には、シンガポール FA に移籍し、マレーシアスーパーリーグに参戦した。翌1991年には、ジョホール FA に移籍し、マレーシアカップを制覇した。そして、1993年に再び、シンガポール FA に移籍し、 1994年にはシンガポール FA でもマレーシアカップを制覇した。マレーシアカップの制覇ではどちらのチームにおいても重要な役割を果たした。1994年のマレーシアカップの決勝戦では特に活躍し、パハン FA 相手にハットトリックを達成、4から0都市チームの優勝に貢献した。しかし、この名声の直後にヤオ疑惑によって、 シンガポールに罰せられた。その一方で彼は常に潔白を主張し続けている。彼はシンガポール FA のトライアルを受けている時にチームメイトのミハルバニャからの接触を受けた。これは彼も認めているところである。ミハルは1994シーズンの試合の結果で賭博をしており、サードに勝試合での勝利への助力を交うた。しかしサードの主張するには彼はその朝を断り、 自身の仕事としてできる限り多くの得点を取って、勝利するように努めると言ったのみである。バニャの要請した内容や、どこと賭けをしていたのかについてサードは述べておらず、トライアル中にその賭けを止めるように言ったのみだという。1995年6月、シンガポールの法廷は彼を、八オ町で5万シンガポールドルの罰金刑とした。また、国際サッカー連盟は彼に対して、 全世界でのサッカーの禁止処分を下した。サードはその後もヤオ長に関しての潔白を主張し続け、単にバニャが賭博をしていることを知っていたのみで一切関与していないと言っている。2009年のインタビューでは、彼は私に近づいてきて言ったんだ。君は、得点を取るかとそして答えた、もちろん得点は取る、ストライカーだからねと。だから、ロニーサカイは、 文脈から外れているんだ。金は受け取っていないし、他にも何にも受け取っていない。どうやって彼らが問題をこしらえたのか知らないが、それは思うに技術的なものなんじゃないか。私は弁護士じゃないけどね。とサードは述べている。彼は懲罰期間が終わった後、オーストラリアンナショナルサッカーリーグに復帰した。 シドニーオリンピック FC2996 年から1997年に掛け在籍した後、シドニーユナイテッド 58FC2997 年から1999年に掛け在籍し、ノーザンスピリット FC2999 から00シーズンに在籍した。その後、2000年にカンタベリー・マリック・ビル FC に移籍し、2001年に フレーザーパーク FC に移籍。2002年にはオーバーンユナイテッド FC、セントジョージ FC、2003年にベルモア、ヘラクレス FC と国内チームを渡り歩いた後、2004年にアルサットでキャリアを終えた。レバノンで生まれたが小さい時に家族でオーストラリアに移住した。FC トルペドモスクワとの親善試合で代表初出場を果たした。キャップとなったのは その2年後のマレーシア代表戦であった。その後6年間代表に招集されることはなかったが、テリー・ベノブルズのも1998年に3試合出場を果たした。6回出場し、4試合のキャップとなった。ニューサウス、ウェールズ・プレミアリーグのペンディスネペアン・ユナイテッド、FC の監督を務め、2009年には、シドニーオリンピック FC のテクニカルユース監督に、 昇進した、その後、オーストラリア老舎サッカーチームの監督を務めた。また、マレーシアクアラルンプールのガーデンインターナショナルスクールの GIS アカデミーの監督も務めた。このチームは、アイジックディビジョン2の最終戦で、ライバルのクラスに敗れた。八オチ疑惑で処された後、シンガポールサッカー協会から、一生果てのサッカー活動禁止処分を受けていたが、2009年に、 解除され、現在ではシンガポールでのサッカー活動ができるようになっている。シンガポールでの活動停止は2009年3月に解除されるまで14年間続いた。2009年8月には ESPN スタースポーツとシンガポールテレコムの UEFA チャンピオンズリーグで解説を務め、シンガポールのベッカムとも称される人気を獲得した。また、プレミアリーグの放送やフォーフォルトを アストロでレギュラーを務めている。マニウム、アイリス、アッパース、バナオファード2、ペイフォーゴールズ。2014年12月9日閲覧。アッパース、バナオファード2、ペイフォーゴールズ。ニューストレーツタイムズ。ニジューン1995。FAA スリフツバンインポーズド。オンオージーフットボーラー。アッパースサードイン1995。チャンネルヌーゼージア。 h, h t t p w w w c h a n n e l n e w s a s i a c o m c n a s c g i b i n c l i c k t h r c g i url="http://www.chanelnewsasia.com/.stories SINGAPORELOCALNEWS スラッシュビュースラッ414886 1 HTML2010 年3月4日閲覧 ABEUPPERSFINALY MY HELL IS OVER オーストラリアン442 16 March 2009DFAEXECTIVE u BOARD AND COMMITTY e e Hatt ハットアッパー 3rdAlways on the Ball ニューストレーツタイムズ24ジュライ2011リターンオブザシンガポールベカム ESPN サッカーネット28名2009パーティーボーイナウエーニューマンザストレーツタイムズ16マーチ2009アイワズコンビクテッドオブマッチフィキシングアッバースサードニューストレーツタイムズ7マーチ2011ありがとうございます